それでは第一種目、徒競走。なんかちゃん勝てるかな。一応オオカミだし、いい線行くだろう。チーターや馬には勝てないと思うけど。よーい、ドーン。シートン学園の体育祭は生徒たちが普段使わない野生の能力を駆使して競い合う。あるものは爪を、あるものは蹄を、そしてあるものは急いだ知恵と道具を。チンパンジーは非常に知能が高く、人間以外で唯一火も扱える類人猿である。それはずるだろう。うちのボス、猿原パン様には悲しくないってな。教えてこら、なんという傲慢で無礼な奴らだ。じいさんがそれ言うんですか。第二種目、高跳び。障害物競走、騎馬戦。